はい、こんにちは。今日はただにケチをつける勘違いの人たちっていうテーマでお話をしていきます。まあ、1ヶ月ほどくらい前から誹謗中傷っていうのが世間を賑わせて、まあ、ちょっと悲しいニュースがこう結構続いたりとかっていうのがあって、で今日はその話ではなくて、一方でそれと同じくらいただで提供しているコンテンツに対して勘違いしてないっていう人たちがあまりにも多く溢れているので、それについてのお話をしていきます。例えば YouTube ですとか Twitter とか Facebook みたいな形でこういろんなこう情報っていうのをただで提供している人たちっていうのが、まあ、世の中にだんだん溢れてきていますよね。でその中でいろんなコメントがついてくるじゃないですか。で質のいいものを生むために、例えば誤った情報の発信だったらこれが正しいですよとか、こういう伝え方をするともっと分かりやすいですよとか、でこの情報には、これも補足で足すとさらにいいものになりますよっていう風に意見とか、あるいは、ちょっとこの伝え方よろしくないねとか、こういう見方もありますよみたいな、ちょっと批判的なものとかで、批判っていうのはそのマイナスの意味じゃなくて、批判と否定はまた別ですからね。建設的な主張をする意見とか批判とかっていうのは、より良いコンテンツを生み出していくためには非常にありだというふうには思います。その一方で要求っていうのが違うんじゃないかっていう話なんですよ。これがその勘違いをしている人たちなんですよね。例えば YouTube とか Twitter を上げてる人たちに向かって更新頻度をもっと早くしろとか、そんな意見は聞きたくない、そんな話はしたくないとか、例えばゲーム実況者に対して下手くそ、もっと腕を磨けとかですね、もっといいマイクを使えとか、金をよこせとかね、よくあるじゃないですか。最近ね、お金配りおじさんっていうことを銘打って前澤社長が前澤さんが金を、をこう配布されてるじゃないですか。でそれに対して金をよこせ金をよこせっていう人たちやからがこうたくさんいたりとかっていう、でそういう人たちっていうのはゲストとクライアントっていうものを履き違えて認識しているということなんですよね。でゲストっていうのはその一般的なゲストっていう意味で、よく言われるディズニーリゾートで言われるゲストとはまた意味が違ってきます。でゲストっていうのはただ遊びに来た人なんですね。その場限りの人、例えば、バラエティ番組に出ているその週だけの出演している芸人さんですとか、結婚式に参列している友人とか、それから YouTube の視聴者、Twitter でコメントを1回限り打つ人とか、そんなイメージです。でクライアントっていうのは顧客取引関係があると、要は、提供するものがあってそれに対しての対価を支払う金銭授受の関係性っていうところですね。例えば、YouTubeっていう動画のコンテンツの一方でニコニコ動画ってあるじゃないですか。まあ、YouTube のスーパーチャットとかですね、使えばメンバーになったりとかしたらそれはお金が発生するんでクライアントになりますけど、ニコニコ動画っていうのも基本的に有料会員とかっていうのもありますから、無料会員も当然ありますけどね、有料会員になったら月々いくらっていう金額が発生してっていうので、例えばメタリストの DAIGO さんなんかはそれの日本一になられたりとかしてますけど、そういう人たちっていうのは DAIGO さんにとってのクライアントなわけなんですよ。だからDAIGO さんなんかも言ってますけど、 YouTube でいろんな意見をこう言ってくる人たちいるけど、基本的にはもう受け入れませんっていうことを言って、それはそうですよね。お金払ってないのになんでごちゃごちゃ言うんだっていう話なんですから。で求めるっていうことと対応するっていうことには当然違いがありますよね。ゲストっていうのは希望は言うことできるんですけど、それは命令で俺の意見が俺は交渉してるんだからこれを叶えろっていう風に従わせることっていうのはできないんですよ。で聞き入れる義務っていうのは無料で提供しているこちら側からしたら受け入れる義務っていうのは一切なんですよね、一切ないんですよね。なのになんでそんなことを言うかっていうと、以前の動画でも話したんですけど、やっぱり人はそのコントロール、相手をコントロールすることによって自己充足感とか満足感っていうのをこう味わうために、なんかこう上から目線でとか自分の要求は聞き入れてもらって当然みたいな感じでですね、思って勘違いしてる人たちが非常に多いと。僕もですね、DAIGO さんに動画を取り上げてもらったことが1回あって、11月くらいですかね、去年の。でその直後に何本か上げた動画の中で、あなたの動画からは何も伝わってくるものがありませんと、 DAIGO の丸パクリですよね、とあなた自身のこう心から出てくる言葉の動画 を発信してくださいみたいなことをですね要求してきたやつがいたんですよ。で何を言ってるんだろうなこの人って。確かにその僕自身が喋ってる内容とかっていうのはもうその DAIGO さんに近い話内容だったりとか、DAIGO さんみたいな形式でやったりで全然違いますけどね、背景とかそういうのは違ったりするんですけど、でも僕自身がもともと DAIGO さんの分野にすごく興味があって、そういうことを発信しようかなって思ってて、DAIGO さんがやってるのを見たんで、僕は DAIGO さんのやり方を真似していって
て、自分のコンテンツに持っていけたらいいなって思って参考に、パクったわけじゃなくて参考にさせてもらってるわけなんですよ、うん、まあ味方によってパクってると言われるかもしれないですけどね。でもそれをあの DAIGO のコンテンツだからお前のじゃない、お前のやり方でやれみたいなことを要求してきた人がいて、何をこの人勘違いしてはるんだろうなっていうふうに思ったので、僕はそのコメントに対してちょっとした、まあなんで返そうとしたのかも当時忘れたんでね、あのいろいろ僕も考えがその時その時によって変わりますから、打とうと思って返信のボタンを押したら、当該コメントは削除されたため返信することができませんみたいな、なんかそんなが出て消したんかいってなったんですけどね。彼がですね、そのコメントをした人がですね、どうやらまあ自分が要求することっていうことがあの間違っているっていうことにまあ気づいたのかなっていうふうに思ったんで、あのまあ良かった良かったっていうところなんですけど、シンプルに考えるとお金払ってないのにラーメンよこせっていうことできるかって言ったら無理ですよね。レジ通してないのに、レジでお金を払ってないのに物買えないじゃないですか。それと一緒なんですよ。金を自分が欲しいものを要求するんだったらそれにふさわしい対価とか物資とかを渡さなくちゃいけないのに、それをやってないのになんか物だけくれっていうのは非常に浅ましいというか愚かしいというか、もう勘違いしてるなっていうところなんですよね。 YouTube なんていうのは誰でも無料で発信できますから、自分がやりたいことやったらいいんですよ。でそれがたまたま視聴者の皆さんに受けたら、その分だけの、視聴回数で伸びていきますし、応援もされるっていうような仕組みになっているっていうだけ。いろんな人たちが自分の趣味の動画とかっていうのを上げてる人たちも多いじゃないですか。でそれがたまたま人の目に留まったらいいなっていう人もいれば、いや自分が趣味であの上げてたものを YouTube で自分のそのパソコンとか iPhone とかに残すと容量がアップアップになってしまうから YouTube に残しておくっていう方もやっぱり目的がそれぞれ違ったりするんですよ。にもかかわらず、いやなんかそんなつまんない動画なんか上げんなよとか、更新頻度上げろよとか、下手くそもっと磨いてから、動画を上げるようにしろよとかっていう要求をしてくる人たちがいるんですよね。どういう風に言うんだったら、まずじゃあお見積もりしますねと、要望を叶えるのでお見積もりをしますから、その分の金額を払っていただいたらあなた様の、ご要望を叶えさせていただきますっていうスタンスでこちらとしてはいいと思うんですよね、発信する側からしたら。だって皆さんもラーメンを頼みます。でこのラーメンなんかちょっと見た目があれだなと思ったら、じゃあ味付け卵頼むとか、メンマ頼むとか、もやし追加するとか、コーン追加するとかって、こうちょっとずつちょっとずつこう100円200円300円400円というふうに追加していくわけじゃないですか。要求するなら対価を絶対支払うべきなんですよね。だから逆にそんなことを主張されている人がいたらとしたら、いろんな要求をされている人たちがいたとしたら、じゃあそれ相応の対価を支払ってくださいねっていうことでドンと言ってあげていいと思うんですよ。でそれで音信不通になるから、無駄な音信不通になるのであれば無駄な時間を省けますし、一方でそれでお金をきちっと払ってくれるならそこでクライアントとして対応してあげるっていうふうにしたらいいと思うんですよね。僕もやっぱサラリーマンを今やってて、サラリーマンとこういうことをやったりとかいろいろやってる人いるんですけど、その一方でやっぱりお客さんから、まだそのクライアントにならないお客さんから、こうなってくれたらお宅のところの商品買うんだけどなっていうふうに言うんですけど、うちの商品っていうのはその出来上がっているものだからカスタマイズするものとかじゃないんですよ。出来上がっているもので不満足だったとすれば、もうお金払わないんだったら、あうちはここまでなので、で無理ならもう結構ですみたいなスタンスを取っていいんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。まあ、そこをなんとか無理くりお客様のできる限りのご要望に叶えてあげて、でなんとかしようっていうところが優しさだなぁなんて思ったりするんですけどね。本来そんなことしなくていいですからね。ということで、無料で提供されているものに関していろいろとケチをつけたりとか要求をしてくる人たち、勘違いを決してしないでください。あなた方は何の対価も支払わずにそれを得ているという恩恵をやっぱり感じ取るべきであって、で逆にこの動画をご覧になっていて、そういう無茶苦茶な要求とかをされている方々がいらっしゃったとしたら、それ相応の対価を支払ってくださいと、それ相応の見返りをあなたから何を得られますかっていうことをバーンと突きつけてやっていいと思うんですよ。でそれで何も言ってこない人だったら、あその程度だったなって思うし、それでお金をくれるとか何か見返りを与えてくれるって言ったら、その時に初めてきちんと対応、真摯な対応をしてあげるといいんじゃないかなというふうに思います。ということで、ただにケチをつける勘違いの人たちというテーマで今日はお話をしてきました。逆にですね、皆さん決してそういう人たちにならないでくださいね。で、逆に、そういう風に要求をむちゃくちゃつけられている人たちがいたとしたら、今度は大きな壁でパーンって貼り付けてやっていいかなというふうに思います。ということで、本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。じゃあバイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな
という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。